こんにちは。今日は、ジャニーズ事務所から、衝撃の発表がありました。人気アイドルグループ、キングプリンスの平野翔、岸優太、神宮寺優太の3人が、2023年5月22日をもって、グループを脱退し、ジャニーズ事務所を対処することが明らかになりました。このニュースに、ジャニーズファンやキンプリファンは、 驚きや憤りを表明しています。なぜ、この三人は、ジャニーズ事務所を去るのでしょうかその背景には、どんな事情があるのでしょうか今回は、秋原稿が平野翔に手を差し伸べる、本当の理由金プリ対処組に接近し、ジャニーズの厚から守る守護神なのかという話題についてお伝えします。平野翔といえば、 ジャニーズ事務所の中でもトップクラスの人気と実力を兼ね備えたアイドルでした。キングプリンスのセンターとして、歌やダンスはもちろん、演技やバラエティにも活躍し、多くのファンを魅了してきました。しかし、その平野が、なぜジャニーズ事務所を去ることになったのでしょうか。その背景には、秋原稿が関係しているという噂があります。 秋原稿といえば、AKB48 やのギザカ46などを手掛ける国民的プロデューサーですが、最近では、新しいアイドルプロジェクト、アイドル30を立ち上げました。このプロジェクトは、仮想通貨やメタバースなどを活用した新時代のアイドルグループで、メンバーには、退職金制度や就職圧旋などの福利構成も用意されています。 平野にもアイドル30への参加を進めている可能性があります。秋原稿が平野翔に手を差し伸べる本当の理由は何なのでしょうか秋原稿は平野翔の才能や魅力を見抜き、自分のプロデュースするグループで活躍させたいと考えているのでしょうかそれとも、ジャニーズ事務所から人気メンバーを引き抜くことで、 自分の権力や影響力を示したいという思惑があるのでしょうか金プリ対処組に接近しジャニーズの厚から守る守護神なのかそれとも、ジャニーズ事務所に対する挑戦者なのか秋原稿と平野翔の関係については、まだ真相はわかりませんが、今後の動向に注目です。平野翔と秋原稿の関係が注目される中、 そのグループとは、このグループは、メンバー全員がジャニーズ事務所を対処する意向を伝えたことが、週刊文春の取材で明らかになりました。アイマスターオブビジネスアドミニスト CT を触れるステーションは、ジャニーズ事務所にとって大きな損失ではないかと思われますが、事務所側は彼らを引き止めることができなかったのでしょうかそれとも、 彼らを見捨てることにしたのでしょうか。アイ、はい、マスターオブビジネスはドミニスト CT をフレイルステーション。の対処理由や今後の活動については、まだ詳細は不明ですが、今月25日のライブがジャニーズとしての最後の活動になるということです。ファンからすれば、寂しいお別れになるでしょう。平野翔は、ジャニーズ事務所を退所した後、 海外進出を目指すという夢を持っています。しかし、その夢を実現するには、語学の壁が立ちはだかります。平野翔は英語が得意ではなく、ドラマで英語を話すシーンでは苦労していたと言います。その間に、海外進出の準備をするのでしょうかそれとも、別の道を歩むのでしょうか平野翔の今後の活動については、 まだ不透明な部分が多いですが、彼の才能や魅力は世界でも通用すると思います。新たなステージで彼がどんなショーを見せてくれるのか楽しみです。TBS スター育成プロジェクトの私が女優になる日エスイアコエヌスリーが毎週土曜日の深夜24時28分から放送されている。20日の放送では 様々なジャンルで活躍する特別講師が女優育成のための多様なワークショップを実施することが発表された。ファイナリスト9名は北海道から沖縄まで幅広い年齢層で構成されており、これから TBS ドラマ主演デビューの座をかけた戦いを繰り広げる。第2回のワークショップを担当するのは 数々の TBS 人気ドラマの演出を手掛けてきた金子文久寺で、彼が伝えるのは役を演じるということ。まだ演技の右も左もわからない9人は、大奮闘しながら食らいついていく様子に注目だ。第3回を担当するのは人気声優の森川智之氏で、彼は多数のキャラクターを演じ、洋画作品では、 俳優のトム、クルーズの吹き替えを担当していることでも知られている。第5回は、原宝塚歌劇団のトップ娘役であり、現在は、舞台や映像作品でも活躍する白羽ゆり。第6回は、劇作家、演出家として活躍する根本宗子が担当し、多くの特別講師が参加するワークショップが行われる。女優たちの成長が楽しみだ。 1985年、テレビ番組から、秋原稿プロデュースによるアイドルグループ、おにゃんこクラブが誕生し、ファミコンソフトの、スーパーマリオブラザーズが発売され、いずれも大ヒット、阪神タイガースのランディ、バース、かけふまさゆき、岡田秋信らが、甲子園でバックスクリーン3連発を叩き込み、 カーネル・サンダースが道頓堀川に投げ込まれ、高校野球では、桑田タ・マと清原和ヨの経験コンビが躍動、尾崎豊が、卒業、オリリス、プロレス界では、ブルーザー、ブロリが、全日本から、新日本への電撃遺跡が衝撃を呼び、第一次 UWF の崩壊や藤波の、お前は平田だろう。長州の、 俺たちの時代、宣言など歴史に残る事件が多数発生。1月2日、長州力らジャパン、プロレスが全日本に本格参戦し、ジャンボ鶴た天竜源一郎ら全日本軍団と抗争を開始。2月18日、スーパー、タイガーは、UWF 後楽園で、マッハハヤトとの試合でマスクを脱ぎ捨てた。 2月21日、大阪城ホールでジャパン主催工業が行われ、長州力が天竜源一郎にバックドロップを放ちリングアウト勝ち。3月1日、新日本交楽園でヤングライオンハイ、ガスタート氏、武藤慶氏、長野正弘橋本信也、山田圭一、小杉俊次ら9選手が参加した。3月首。 全日本が両国国技館で初めてのプロレス工業を開催し、ジャンボタズター天竜源一郎が、ザ・ロード・モリアーズを相手にインタータック王座を防衛した。3月14日、全日本名古屋の試合中にブルーザー、ブロディが突然試合放棄した。3月21日、新日本後楽園にブルーザー、 ブロディがスーツ姿で登場しアントニオイノキに宣戦布告。3月31日、世界水フォーラムが MSG で初のレッスルマニアを開催した。アシュラ腹貸し服姿で乱入し、長州力を襲撃する事件が起こった。小杉春次が第1回ヤングライオンハイで優勝し、 藤波辰美がレフェリーを務めた。クラッシュ、ギャルズが中野サンプラザで初コンサートを行った。藤波辰美が熊本大会でスーパー、ストロング、マシンに対し、お前は平田だろう。と発言し、新日本が神戸ワールド記念ホールで初のプロレス工業を開催し、藤波辰美木村健吾が 初代世界水フォーラムインターナショナルタッグ王者に輝いたアントニオ猪木がアンドレーザ・ジャイアントにリングアウト勝ちし IWGP トーナメントを制覇した2年後に正式なタイトルが付けられる予定です後楽園ホールの照明が暗転しベートーベンの運命のイントロが流れてスポットライトが当たった階段の上にチェーンを持ったスーツ姿のブルーザー ブロディがいた。